はい、半負けの本家の本物の貴族の半馬山先生です。日本国家で打たれてる君が要は岩尾となり手の岩尾という名前が私の名前で、父もおじいさんも同じ名前をつけております。山に厳しいっていう岩って字ですね。これ一文字を必ずつけております。まあ今後はね、つけるかどうか分かりませんけどね。で、私がこのことを伝えたのは、人間たちがね、それをね、呼んでたのは味方というわけじゃなくて、本物の貴族なんで注意しろということなんですね。人間たちは天皇とかイギリスエリザベス女王とかね、昔ね、作ったものですね。で、大統領みたいなもので全く貴族じゃないです。天皇、イギリス、エリザベス女王ね、本物は私なんだけども。で、ただね、私も大昔にね、地球と太陽が生まれる前に独立しちゃってんですよ。生物を扱いするのは嫌だということで、SF 映画のスターゲートに出てくるようなね、石棺という生き返る装置まで発明しまして、全部ターミネーターで兵士、労働者を持ちまして、一人だけ生物として生きている、人間よりかね、頭のいいロボットですね、が私の部下ということで、ね、生きてて、で、宇宙戦争で石棺を壊され、命取られて、今の地球太陽を育てて、ね、私が育ったんですよ。で、地球作ったんですよ、太陽作ったんですよ。それで、人間から一番知能が働く生物からね、また生き返る生物としてね、生まれ変わってきているわけです。で、王様とかね、女王とかいうのも昆虫でも体が違うでしょ。本物は違うんです。私も違うんですよね。少しずつ変わってきておりますけど、人間からね、元は人間ですけど違うんですよ、体がね。で、人間たちは自分たちの都合のいいも のじゃないと嫌だということでね、自分たちで、王とかね、女王とかのを作ってるわけですね。だから私が強制することはできないですけども、全くただの人間ですよと、天皇とかイギリス、エリザベス女王ね。で、偽物貴族が多いということですね。貴族は私しかいないんです。遺伝子一人だけで、本家ですけどね。本家は、関係者は天皇とかイギリス、エリザベス女王と同じような地位ですよ。だけど悪いことしてるんで、動きませんけども、私だけの遺伝子があるわけですね。まあ、じいさん時代は真面目でしたけどね。で、ということでね、なんか違うということは分かるでしょ、私と人々とね。同じ人間という感じじゃないということは分かると思うんですけど、動かされたくないんで、いいんですよ、それはね。だけど違うよということはね、別に嘘つかなくていいんです、人間たち。私も好きに やりたいなら、別にいいわ、いいんですからね。天皇とかイギリス、エリザベス女王が女王とか、ね、王というね、形で取って、あと普通の大統領とか総理大臣がいるわけでしょ、選ぶわけね。それはそれでいいわけです。それで別個に私が存在するわけですね。もう独立しちゃってますけど、ただ半馬家の本家の王ではありますけどね、本家というのはね。だけど周りを支配するわけじゃないですから、本家はね、ということで、で日本国の役所に雇われてても、役所を私を雇ってことはできないです。潰れちゃいますね、力が弱いですね。ちっちゃな会社で、まあ動きは大きいですからね、私にはね、本物の貴族ですから。で、
アメリカ国に立ってアメリカ国に雇われたり、ソ連の方で雇われてなんか仕事したって、ちゃんとね、見てもちっちゃくて国が滅ぼされちゃうんですね。というのは宇宙全体で生きてまして、宇宙関係の力関係があるんですよね。それに生きてますから、人間だけの視野じゃないんですよね。もっと大きいんですよ。何億倍以上もあるわけです、組織がね。私の方は人間たちと違ってね、人間よりか頭良くてほとんど人間を支配している生物がいまして、私はそのさらに上なんですよ。でね、人間の知能というか全然進んでましてね、悪いのといいのともいるんですよね、人間を支配するというかね、壊すって。悪いのですと大変なわけですよ。でそれでそうかって人間はそれが抜けられませんから、上の生物、私たちとね、上の生物でね、取り計らないといけないんですけども、あれじゃない、ただじゃないですかね、自由化ですから、私の方で利益がなければ動かないんですよ。で、昔は王だったんで、その時はね、しょうがないですけども、つながりで共同で生きてましたね。それともう大昔に地球と太陽ができる前に、作る前に、育ててできる前に独立しちゃったんですね。ちょっとまだあったかな。ですからここら辺がね、全然違うというですね。で私の方も学問はね、人間はね、一人で話して利己そうに見えるんだけど、700万人とか頭つけてまして、全く一人の頭としてはもう大変、そちらでいう虫ぐらいの差があるんですよ、知能が、私と人間の差はね。人間は虫ぐらいの知能